ドストエフスキー作、ノポリ庶務役、虐げられし人々、連続編集、その第7回、第2部、第2章、続きから。あれはどうしても何人かの普段の善良な感化のもとにあることが必要です。あれは天性人に服従するたちで、弱虫で愛に脆いのです。そして命令するよりも愛したり服従したりすることに傾いています。おそらく一生あのままでしょう。で私が自分の息子の妻として望んでいた理想的な乙女をカテリーナに見出した時は私はどんなに喜んだでしょう。だが私の喜びは遅かったのです。彼にはもうあなたという別な勢力が深く根を張っていたのです。私は一月前にペテルブルグへ帰って鋭い注意を放ってあれを見ました。そして彼が良い方面に非常に変化したということに気がついて実は大いに驚きました。軽はずみなことやうぶなことは依然として抜けないが、しかし彼の心には一種の尊い感化が根ざしていました。あれはただおもちゃを面白がるばかりでなく高尚な高い純潔なことに興味を持つようになりました。彼の思想は機械で未熟で時としては愚劣極まるものでしたが、希望や衝動や心情は以前よりもずっと良くなりました。これが全ての土台ですからね。それがあれにはみんな良くなっているのです。疑いもなくあなたのおかげです。あなたは彼を感化したのです。実を言うと私はその時彼の幸福を作るのは誰よりもあなたが最も適当だという考えをちょっと起こしたのですが、私はこの考えをすぐ追っ払ってしまいました。私はそんな考えを好まなかったのです。私はどうしてもこうしても彼をあなたから離してしまわなければならなかったのです。で私はその実行に着手しました。そして自分の目的を達したと思っていました。つい1時間前まで私は自分の方が勝ったと思っていました。まあ伯爵夫人の家での出来事が私の予想をすっかり覆してしまったのです。そして何よりも驚いた思いがけない事実は、あなたに対するアリョーシャの愛着が不思議に真面目で、そして強固なことでした。繰り返していますが、あなたはあれを根底から感化してしまったのです。私は急に彼の変化が私の思ったよりも一層進んでおるということに気がつきました。今までは彼には全然なかろうと思っていた知恵の兆候を、あれは今日突然私に示しました。それと同時に心情の極めて優雅なことと推察力とを示しました。あれは今回最も困難な場合を切り抜けるためには最も確かな道を選んだのでした。あれは人の心の最も尊い力に訴えて、その感動を呼び起こしたのです。その力というのはつまり悪を許し、悪に向くゆるに肝心の心をもってする力です。あれはあれのために恥ずかしめられた人の力に頼って、その人の助力を請うたのです。あれはあれを愛している女に向かって、いきなりお前には競争者があると打ち明けて、その女の一生の誇りを破ると同時に、その女をして競争者に登場を引き起こさせたのです。そして自分に対してもその女から遊女と無欲な遊戯の約束を得たのです。相手を侮辱せずにこうした思い切った告白をすることはごく賢い知者でさえ容易にはできないことです。こういうことはあれのような清い生き生きした善良な心にして初めてできるのです。私はね、ナターシャさん、今日の彼の行動に対してあなたは一言の助力も与えなかったということを信じています。あなたは大方今初めて彼から全てを聞いたのでしょう。私の言う通りでしょうね。本当でしょう。あなたのおっしゃる通りです、と顔をほてらして一種の感激にでも打たれたような目を変に輝かしながらナターシャは答えた。公爵の雄弁がだいぶ影響したらしい。私は5日ばかりアリョーシャさんには会いませんでした、と彼女は言い出した。それはみんなあの人が自分で考えて自分で実行したのです。きっとそうでしょう、と公爵はうなずいた。しかしそれにもかかわらず、この度のあれの思いがけない基地と加担と義務の観念と、それからあの高尚な決心とは、みんなあなたの感化の結果です。このことを私は今家へ帰る途中に思いついたのです。思いつくとすぐ自分の心の内に決心が浮かんだのです。私たちと伯爵夫人の家との婚約は破れて、もう二度と取り返すことはできません。たとえできたとしても今までの通りにはいかないでしょう。私は信じます。
あれを幸福にするのはただあなた一人だけで、あなたが彼の真の指導者で、そしてあなたはもう彼の未来の幸福の基礎を築いたのです。私は何も隠し立てはしませんでした。今だって隠しません。私は地位や財産や権勢や関東やを非常に愛しています。もちろんこれらの多くは偏見であると心では思っていますが、その偏見を愛するのです。そしてそれを拒むことは全然できません。ところが他の考えをも入れなければならないような事情がありまして、全てを一つの尺度で測ることができなくなりました。そればかりでなく、私は自分の息子を熱烈に愛しているのです。一口で言えば、アリョーシャはあなたがいなければ滅びてしまうから、どうしてもあなたとは離れることができないという結論に私は到達したのです。で、それを打ち明けようかしらと、私はおよそ一月ばかり前に決心したのですが、今になって初めて私の決心の正しかったことが分かりました。もちろんあなたにこのことをすっかりお話しするには明日でもよかったのです。わざわざ夜中にあなたを煩わすにも及びませんでした。まあ、私がこんなに急いだのは、私がこのことにどんなに真実に心を注いでいるかという証拠で、それはあなたにも大方わかりでしょう。私は子供じゃありません。私のようないい年をして無分別なこともできないでしょう。私がここへ来た時はもうすっかり決心がついていたのです。しかしは真実のあるところをあなたに確信するにはまだ長く待たなければならんと思います。だが4時は起きましょう。私はここへ何のために来たか、それをお話ししましょう。私はあなたに対して自分の義務を果たすために来たのです。つまり私はあなたに無限の敬意を表するとともに、私の息子を幸福にしてくださるように、そして彼と結婚してくださるようにお願いいたしたいのです。私は自分の子供たちをやっと許して、お情けで彼らの幸福を承諾してやろうという、そんな厳格な父ではないのですから、どうぞそう思ってください。いえ、あなたは私の心にそんな考えがあると思いなら、それは私を侮辱しているというものです。といって、またあなたが私の息子のために犠牲になったということを理由として、私があらかじめあなたのご承諾を信じていたと思ってくださるな。決してそうではありません。私は第一に、あれがあなたにはふさわしくないということを申し上げます。あれは善良で純潔です。あれ自身がそれを証ししています。だがそればかりじゃありません。私をこんな時刻にここへ引き寄せたのはこのことばかりではありません。私がここへ来たのは、と言って彼は陰気にややもったいぶった調子でそこを立ち上がった。私がここへ来たのはあなたの親友となりたいためです。私はこのことに少しの権利は持っていないということをバンバン承知しております。ですがどうぞ私にこの権利を与えてください。どうぞ私に許してください。公爵は丁寧にナターシャの前に身をかがめて彼女の答えを待っていた。彼の言っている間、私は絶えず目を離さずに彼を見守っていた。彼はそれに気がついた。彼は冷静に幾分演説口調で、あるところなどはやや不作法な調子で自分の話を述べ終えた。彼の話の調子は特にこういう場合、時ならぬ初めての訪問としてはどことなくそぐわないところさえあった。ある言い回しなどはことさらわざとらしかった。また彼の長たらしい変に引き伸ばした話の中には、時々湧き出るような感情を無理に抑え、それを風刺や無造作や滑稽のように見せようとする奇人を装っているようなところがあった。だがこれは皆後になって思いついたことで、その時はそうでもなかった。最後の言葉などは非常に興奮して強い感情を込めて、ナターシャに対する真心からの尊敬を表しているような風に述べたので、私たちは皆感服してしまった。しまいには彼のまつげに涙さえ浮かんだほどであった。しとやかなナターシャの心はすっかり征服されてしまった。彼女は彼の後から続いて席を立って、ひどく感動したらしく、黙って彼に自分の手を差し伸べた。彼はそれを取って優しそうに感情を込めて接吻した。アリョーシャは嬉しさに夢中であった。私の言った通りだろナターシャ、とアリョーシャは叫んだ。お前は私を信じなかったのだ。この人が世の中で一番高尚な人物だということを信じなかったのだ。どうだ、もう分かったろう。彼は父に駆け寄って夢中に彼を抱いた。父もそれに応えた。マサも自分の感情を表すのを恥じてでもいるかのように、このセンチメンタルな場合を早く切り上げようと焦っていた。もうたくさんだ、と彼は言って自分の帽子を取った。私は帰ります。私はほんの10分ぐらいお邪魔しようと思ったのですが、もう1時間も座っていました、と彼はニタニタ笑いながら言った。
が、私は今帰るにしてもなるべく近いうちにあなた方と再会の機会を切望します。私はできるだけたびたびお尋ねしたいのですが、よろしいでしょうか。ええ、どうぞ。ブナターシャは答えた。どうぞなるべくたびたびいらしてくださいまし。私はどうか早くあなたを愛することのできますようにと彼女は老媒しながら答えた。あなたは全く誠実なお方です。本当に高潔なお方ですと彼女の言葉に微笑しながら公爵は言った。あなたは普通のお世辞を言うのにも嘘を言いませんですね。ですが真実はどんなわざとらしいお世辞よりも尊いものです。そうじゃありませんか。私はまだ長く長くあなたに愛せられるだろうと自信しています。どうぞそんなに私を褒めないでください。もうたくさんですわと彼女はどぎまぎしてささやいた。その時の彼女は実に美しかった。そりゃあそうですがねと公爵は言った。しかしもう二言用事を言わしてください。あなたは私がどんなに不幸な人間であるかお考えなさってください。私は明日はあなたのところへ参られません。明日も明後日も。今夜私はどうしても逃れることのできない用件の手紙を受けたのです。あることで急に私に来いと言ってきたので。明朝私はペテルブルクを立ちます。どうぞ私がこんなに遅くあなたのところへ上がったのを悪く思わないでください。それというのも明日はいとまがありませんのでな。明日も明後日もですよ。あなたはもちろんそんなことは何とも思っていらっしゃらないでしょうが、私は疑い深い性質でしてね。どうして私はあなたがこんなことをお思いになるのだろうなどと考えたのでしょうね。この猜疑心が私の生涯の上にだいぶ邪魔になって困るのです。私とあなたの家との不安も大抵は私の猜疑心から出たのですよ。今日は火曜日ですね。水木金の3日だけは私はペテルブルクにおりません。土曜日にはきっと帰ってくるつもりですが、その日お尋ねしましょう。私は一晩ゆっくりとあなたのところへ上がってもいいでしょうね。きっといらしてください、きっと。とナターシャは叫んだ。土曜日の晩は私あなたをお待ち申しています。何をおいてもお待ち申していますから。いやあ、私は実に幸福です。私はますますあなたの心が分かってまいります。だがもう帰りましょう。しかし私はあなたと握手せずには帰れませんよ。こう言って彼は急に私の方へ向き直って言い続けた。ごめんください。私たちは今キレキレにお話ししたが、私はあなたとはたびたびお目にかかりました。一度はお互い引き合わされたこともありましたね。私はあなたと旧交を温めるのがどんなに愉快か、それをお話しせずにはここを出られませんよ。そうですね。実際私はあなたにお目にかかったことがありました。と私は彼の手を受けて答えた。ですがまだあなたとお近づきになった覚えはありません。昨年エル公爵のところで。どうも失礼いたしました。全く忘れていました。ですけれど今度は決して忘れませんから、どうぞそうお示してください。今晩は私にとって誠に記念の晩でした。ええ、それはごもっともです。私もそうです。私はあなたがナターシャさんと私の息子にとって真心からの親友だということを当から存じています。私もあなた方3人に加わって第4番目の仲間になりたいと思っています。ねえ、いいでしょう。とナターシャの方を向いて付け足した。え、この方は私どもの真実の親友です。そして私たちはみんな一緒にならなければなりませんのです。とナターシャは深い感情を込めて言った。かわいそうな女よ。彼女は公爵が私に近寄るのを忘れなかったのを見てたまらなく喜びに輝いたのであった。彼女はどれほど私を愛していたのだろう。私はあなたの天才の賛美者をたくさん存じていますと公爵は続けた。その中でも中心からあなたを崇拝している二人の夫人を知っています。あれらはあなたと親しくお近づきになるのを非常に喜ぶでしょう。それは私の最も善良な友としている伯爵夫人と、それから夫人のママ子のカテリーナです。どうかあなたをこの夫人たちにご紹介する私の満足を退けないように願いたいのです。それは大いに望むところですが、しかし今ちょっと近づきになったばかりで。ですがあなたは私にご住所をお知らせくださいませんか。どこにあなたはお住まいですか。私はぜひ伺いたいのですが。私は自分のところでは応接いたしかねます。少なくとも当分のうちは。でも私は特別な例外を願いたいのですが。もしあなたがお望みならどうぞおいでください。私も非常に満足です。私は N 通りのクルゲンという人の家に住んでおります。クルゲンの家にですか。
と彼は何かにびっくりしたように叫んだ。そうですか、あなたはもう遠からそこにお住まいですか。いえ、ついこの間からですと私は思わず彼に見入りながら答えたので、私の住まいは44号です。44号ですって？あなたはお一人で住んでおいでなのですか？たった一人きりです。ああ、そうですか。私はその家を知っているような気がしますから、一層都合がいいです。私はきっとお伺いします、きっと。私はいろいろあなたにお話したいこともありますし、あなたからもいろいろお聞きもしたいこともありますので、いろいろご迷惑をかけるかもしれません。いや、私は早速お願いを持ち込んだわけですな。ではまたお目にかかりましょう。もう一度お手を。公爵は私にもアリョーシャにも握手して、ナターシャの手をもう一度接吻した。そしてアリョーシャに一緒に帰ろうとも言わずに出た。私たち三人は全くあっけに取られていた。こんなことは実に不意のことで思いがけなかった。私たちはみんな一刹那のうちに何もかも変わってしまって、何か新しいわからないことが始まるような気がした。アリョーシャは黙ってナターシャのそばへ腰をかけて、静かに彼女の手を接吻した。時々彼は彼女が何か言い出すかとその顔を眺めるのであった。アリョーシャ、明日はカテリーナさんのところへおいでなさいよ、とやがて彼女は言った。私も自分でそう思ったよ、と彼は答えた。ぜひ行ってこよう。だけどね、もしあの人があなたと会うのが辛いようだったらどうするの？そりゃわからんね。そのことは私も考えたがね、とにかく私はちょっと覗いてこよう、見てこよう。その上でどうとか決めるよ。だがね、ナターシャ、私たちの方はもう事情がすっかり一変してしまったね、とアリョーシャはこらえきれずに言い出した。彼女はにっこりして彼の顔を久しいこと優しい目つきで見つめていた。お父さんはなんという優しい人だろう。現にこんなみすぼらしい住まいを見ていながらそんなことは何も言わないで。どんなことです？何さ、他の住まいへ移るがよかろうとかなんとかね、と彼は顔をからめて言い出した。たくさんですよ、アリョーシャ、なぜそんなこと？いやさ、お父さんはあんな優しい人だというのさ。だが随分お前を褒めたね。私はお前に話したじゃないか。話したろ？いや、お父さんは何でも理解するよ、何でも感じることができるよ。だが私のことは子供のように言ったね。お父さんたちはみんな私をそう思っているのだ。だがどうでもいいや、私は実際そんな男なのだから。あなたは赤ちゃんですよ。だけど私たちの誰よりも利口ですよ。あなたはいい人ですよ、アリョーシャ。でもお父さんは私の善良なのが私を損なっていると言ってるよ。こりゃどういうわけだろう。わからないね。だがね、ナターシャ、私を早くお父さんのところへ行かせてくれないか。明日は夜明け前にお前のところへ来るから。おいでなさい、おいでなさい。それはいいことを思いつきました。そしてきっとお父さんとお会いなさい。ようございますか。そして明日はなるだけ早くいらしてください。今度はもう私のところいつかも逃げているようなことはないでしょうね、と彼女は彼に優しい目つきをしながらずるそうに言い足した。私たちはみんななんとなく静かな、なんとなく充実した喜びを感じた。私と一緒に参りますか、バーニャさん、とアリョーシャは部屋から出ながら叫んだ。いえ、この人は残っていらっしゃるのよ。私たちはもう少しお話ししましょう、バーニャさん。きっとですよ。明日は夜明け前にね。夜明け前に。さようなら、マウラ。マウラはひどくそわそわしていた。彼女は公爵の言ったことは皆聞いた。すっかり立ち聞きしたがよくはわからなかった。彼女はそれを聞き正して了解したかったであろう。ま、その間、彼女は極めて真面目な、もったいぶった顔つきをしていた。彼女もやはり事情が一変したことを察したらしい。私たちは二人っきりになった。ナターシャは私の手を取ってしばらくは何を言おうかと考えながら黙っていた。私疲れてしまった、と彼女はとうとう弱々しい声で言った。ねえ、あなたは明日私たちのところへ来てくださいますか。きっと来ます。お母さんには話してください。ですけどお父さんに話してはいけませんよ。そうですとも。それでなくとも私はあなたのことは一度もお父さんに話したことはないのです。それはそうですけど、お父様はそれでなくとも嗅ぎつけますよ。だからあなたはお父さんの言うことによく気をつけていてください。
お父さんがどんな風に受け止めてくださるか。ねえ、バーニャさん、どうで、お実際私をこの結婚のために呪うでしょうか。そんなことはないでしょうね。そのことは公爵がみんなうまく運んでくれますよ、と私は急いで言った。公爵はどうせお父さんと仲直りに待っています。その時は何もかも肩がついてしまいますよ。心から言ったとすれば、私の考えではあの人は全く立派な方ですよ。朝10時頃、私はナターシャのところへ行く前にイフメニエフ系へ行って、ワシリエフスキー島へ急ぎながら家を出かけると、不意に扉口のところで昨日私を訪ねてきたスミットの孫娘に出くわした。彼女は私のところへ入るところであった。なぜか知らないが、私は彼女の来たのを非常に喜んで、わざと取っておいたのだ。彼女は物好きそうに私を見た。そしてさも疑わしそうに、笑いたいといった風に妙に口を歪めた。が、わざとらしい微笑は消えて、すぐにまた前のそっけない、いぶかしそうな顔色になった。おじいさんはあなたに私のことを話して。と彼女は私を頭の先からつま先までじろじろとあざけるように見下ろしながら聞いた。いや、お前のことは話はしなかったが、しかしおじいさんはね。じゃあどうしてあなたは私が来るのを知っていたの？誰があなたに言ったの？と彼女は口早に私の言葉を遮って尋ねた。なぜって、私はお前のおじいさんが誰にも構われないで一人で暮らしているわけはないと思ったからさ。おじいさんはあんなに歳をとって弱々しかった。朗読その13。なぜって、私はお前のおじいさんが誰にも構われないで一人で暮らしているわけはないと思ったからさ。おじいさんはあんなに歳をとって弱々しかった。だから私は誰かおじいさんのところへ来ていったろうと思ったのさ。さあ、お前の本を取り。お前はこれで勉強してるのかね。いいえ。じゃあどうしてお前はそれがいるのだ。私がおじいさんのところへ来た頃、おじいさんが私に教えたの。じゃあ後ではお前は来なくなったのか。ええ、後では来なくなったの。私は病気になったんだもの。と彼女はさも弁解でもするように付け加えた。お前のお父さんやお母さんは。彼女は急に眉をしかめた。そしてなんだかびっくりしたように私を見上げた。なじきにうなだれて黙って後ろを向いて、ちょうど昨日のように私に返事もせずに部屋からそっと外へ出かけた。私はびっくりして彼女を見送った。が、彼女は敷居の上に立ち止まった。どうしておじいさんは死んだの？と彼女はちょうど昨日出るときに扉口の方へ顔を向けて立っていながら、アゾールカのことを聞いたときとすっかり同じ身振りや態度で私にちょっと顔を向けて口早にこう聞いた。私は彼女のそばへ寄って口早に話して聞かせた。彼女は黙って頭を下げて私に背を向けたまま立って、さも試すような風に聞いていた。私は老人が死ぬ時に第6句のことを言ったそのままを彼女に話した。そこで私は察したよ、と私は付け加えた。そこにはきっと誰かおじいさんの身内の者が住んでいるのだと思った。だから誰かきっとおじいさんを訪ねてくるだろうと待っていたのさ。おじいさんは臨終の時にお前のことを思い出したくらいだから、きっとお前を可愛がっていたのだろう。いいえ、と彼女は自然に出たかのように囁いた。可愛がりはしなかったの。彼女はひどくそわそわしていた。私は話しながら彼女の上へ身をかがめて彼女の顔を見つめていた。私は彼女が私に対して意地を張ってるかのように自分の胸騒ぎを無理に押さえつけているのに気がついた。彼女は次第次第に青ざめて下唇をきっと噛みしめた。まことに彼女の心臓の鼓動に私はびっくりした。彼女の心臓は次第に強くドキドキと鼓動を始めた。そしてしまいにはまるで動脈瘤にかかったもののように2、3歩離れていても聞こえるほどであった。今に彼女は昨日のように不意にわっと泣き出すだろうと思った。が、彼女はそれを制した。あの塀はどこにあるの？塀とは？おじいさんの死んだとこさ。私が今お前に見せてやるよ、外へ出たらね。だがお前は何と言うならね。いいのよ。どうしていいのだ？いいのよ、何でもないの。どんな名も、どんな名でもないの。と彼女は激しくさも忌々しそうに言った。そして出て行こうとした。私は彼女を止めた。お待ち、お前は妙な子だな。私はお前にいいようにと思っているじゃないか。私は昨日お前がはしご団の隅で泣いた時からお前がかわいそうになったのだ。私はあのことを思い出すことも用しない。それにお前のおじいさんは私の手で亡くなったのだ。
そしておじいさんが第六句のことを言ったのは、つまりお前を思い出して私の手にお前を託していったも同じことだ。私は夢にもおじいさんを見ることがあるよ。そらこの本も私はお前のために取っておいたのに、どうしてお前は私を怖がってでもいるようにそっけなくするのだね。お前はきっと貧乏してるだろう。そして孤児だろう。大方他人の手によって育っているのだろう。それともそうじゃないのか。私は彼女を熱心に説き伏せた。そして自分でもどうして彼女が私の心をこんなに引きつけたかわからなかった。私の感情には単に憐憫というよりももっと何か他のものがあった。全てのいきさつのせいか、スミットが起こした感じのせいか、それとも私自身の空想的な気分のせいか、それは知らないが、何者かが私を嫌おうなしに引きつけてしまったのだ。私の言葉が彼女の心を動かしたらしかった。彼女はなんだか妙な風に私を眺めた。がもう荒々しくはなくて、優しくまじまじと見つめた。がやがてまた思い沈むようにうなだれた。エレナって言うのよ、と彼女は突然出し抜けにごく小声でささやいた。お前はエレナというのか。ええ、どうだね。お前は私のところへ来ないかね。ダメよ、私知らないわ。来ますわ、と彼女は胸の内でいろいろに争って、思い乱れているかのようにささやいた。ちょうどこの時不意にどこかの柱時計の鳴る音がした。彼女はブルブルと震え上がった。そして名乗しがたい病的な苦痛を浮かべて私を見てささやいた。あや何時。大方は10時半だろう。彼女はびっくりしておののいた。あら、と彼女は言ったまま急に駆け出した。が私はもう一度玄関のところで彼女を抱き留めた。私はどうしてもお前を離さないよ、と私は言った。何をお前は怖がっているのだ。遅くなったのか。そうよそうよ、私そっと出てきたのよ。話してちょうだい、あの人が私をぶちますから、と彼女はつい口を滑らしたように叫んだ。そして私の手から逃げ出そうともがいた。まあそんなにもがかずにお聞きよ。お前はワシリエフスキー島へ行くのだろう。私もあそこの13区へ行くのだ。時間に遅れたから土柱を雇うのだが、私と一緒に行かないか。私が送ってあげるよ。歩いて行くより早いよ。そりゃダメよ、私のところへはダメよ、と彼女は一層ひどくびっくりしたように叫んだ。そして私も彼女の住んでいるところへ行くんじゃないかという観念を抱くと、彼女はある恐ろしさにすっかり顔をしかめた。いやあ、私は自分の用事で13区へ行くのだよ。お前のところへ行くのじゃない。私はお前について行きはしないよ。辻場所になれば早く行かれるからだ。さあ行こうよ。二人は急いで下へ降りた。私は最初に出くわした嫌にキーキーという片栗馬車に乗った。エレナもよほど急いでいると見えて、私と一緒に乗ることを承知した。どうも不思議でならなかったが、私はそれを問い詰める気にもなれなかった。私が彼女に向かって家の誰をそんなに怖がっているのだと聞いたとき、彼女はやはり手を振って馬車から飛び降りんばかりであった。どんな秘密だろうと私は考えた。彼女は馬車にはごく乗りにくそうであった。ガタガタするたびに体を支えようとして、ひびの切れた汚れた小さな左の手で私の街灯につかまった。もう一つの手には自分の本をしっかりと握りしめていた。さもこの本が彼女にとっては非常に大切らしかった。彼女は体を直す拍子にふと自分の素足を剥き出した。私は彼女が靴たびも履かずに穴だらけのタングスキリであったのを見て非常にびっくりした。私はそのことは聞くまいと思ったが、またこらえきれなかった。お前は靴たびはないのかい、と私は尋ねた。こんな寒い時に湿ったところを素足で歩けるのか。ないの、と彼女はそっけなく答えた。驚いたな。お前は一体誰のところに住んでるのだ。お前外へ出るときは誰かに靴旅をもらったらいいじゃないか。私これでいいのよ。そんなことを言ってお前は病気になって死んでしまうよ。死んだっていいわ。彼女はさも返事をしたくないといった調子で私の問いに腹を立てているらしかった。ほらここだよ、おじいさんの死んだところは、と私は老人の死んだ家の方を指さしていった。彼女はじっと見守った。が急に私の方を向いて願うような調子で言った。どうぞ私の後をつけないでちょうだい。私あなたのところへ行きますから、きっと行きますから、行かれたらきっと行きますから。よしよし、私はもうお前のところへは行かないと言ったじゃないか。だがお前は何を怖がっているのだね。お前はなんだか不幸せな子のようだね。私はお前を見るのがつらいよ。私誰も怖かなくてよ、と彼女は声に怒りを帯びて答えた。だがお前はさっきあの人が私をぶちますからって言ったじゃないか。
ていいわ、と彼女は答えた。そして彼女の目は輝いた。ぶったっていいわ、ぶったっていいわ、と彼女はむやみに繰り返した。彼女の上唇はさも下げすんだというふうにつり上がってビリビリ震えていた。やがて二人はワジリエフスキー島へ来た。彼女は第6のとっつきへ来ると馬車を止めさせた。そして心配そうに辺りを見回しながら馬車から飛び降りた。あちらへおいでよ、私あなたのところへ行ってよ、きっと行ってよ、と彼女は私に後をついてくるなと願いながら恐ろしい不安を抱いて繰り返した。早くおいでよ早く。私は馬車を進めた。が貸し通りを少し行ってから馬車を降りて第6の方へ後戻りして通りの向こう側へ素早く駆け越えた。私は彼女を見つけた。彼女はせっせと駆けながらキョロキョロ後ろの方を見回しては行くのであったが、まだそんなに離れてはいなかった。彼女はふと私が後をつけては来ないかとよく見回そうとしてちょっと立ち止まることさえあったが、私はそこにあった門の陰に隠れたので見つからなかった。彼女はずんずん歩いた。私は通りの向こう側を彼女の後からついていった。私は無性に好奇心に駆られた。私は彼女について入ることはやめにしたが、とにかく彼女の入る家だけはきっと突き止めようと思った。私はその時一種の重苦しい恐ろしい感じにとらわれていた。それはちょうどあのコーヒー店でアゾールカが死んだ時に彼女の祖父が私に与えたような感じであった。4。私たちは長いこと歩いて丸い通りまで行った。彼女は駆けるくらいに歩いた。やがてとある店へ入った。私は立ち止まって彼女を待っていた。まさか彼女はこの店に住んでいるのではあるまいと思ったので、実際 2,3 分経つと彼女は出てきた。しかしもう本は持っていなかった。本の代わりに手には粘土製の茶碗を持っていた。少し行ってから彼女はあるむさ苦しい家の門をくぐった。小さな石造りの古い2階建てで薄汚い黄色いペンキで塗った家であった。1階には3つの窓があって、その1つには小さな赤い棺桶が突き出ていた。小さな棺桶屋の看板であった。2階の窓はごく小さな正方形で、それに曇った緑色のすりガラスがはまって、そのガラスからバラ色の細木綿のカーテンが透いて見えた。私は通りを越えて家に近寄った。そして家の門の上にブリキに町女、ブブーノは住まいと書いてあるのを読んだ。が、私が表札を読むか読まぬに、突然ブブーノはの庭でけたたましい女の叫び声と、それから罵り声が聞こえた。私はくぐりから中を覗いた。と木製の玄関の階段に町女風の衣服を着て頭に緑色の肩掛けをかぶったデブデブと太った女が立っていた。彼女の顔色は嫌に濃い紫色をして、小さなむくんだような血走った目は憎悪に輝いていた。彼女はまだ昼前なのに酒に酔っている様子であった。彼女は彼女の前に手に腕を持って妙に縮こまっている哀れなエレナを怒鳴っていた。階段から濃い紫色の女の肩越しに髪を振り乱してお白いや紅をこってり塗った女が覗いていた。ややしばらくして穴蔵のはしご段から1階へ通ずる扉が開いて、その階段へ大方叫び声を聞きつけて出てきたのでもあろう品のあるおとなしそうな顔をした中土島のみすぼらしい衣服を着た女が現れた。中は開いた扉の隙から、一階に住んでいる他の老いぼれた老人や娘らも覗いていた。大方門番であろう背の高い頑固な百姓が庭の真ん中にほうきを持って立っていた。そして退屈そうにこの有様を見ていた。へえ、こんちくしょう、この腐れ穴め、とおかみはありったけのマリの言葉を続けざまに息をもつかず区切りなしでベラベラと怒鳴り散らした。てめえ人の恩義も知らずにこんなことをしやがって、給料を買いにやったのにもうどこかで油を売っているんだもの。私は使いにやるときに何だかまたどこかへ逃げはしまいかと思ったよ。本当に気がくさくさしてしまうよ。昨夜もそれでうんと凝らしてやったのにもう今日は逃げたりするんだもの。てめえ一体どこへ行くんだい、このいたずら女。どこへ行くんだ、誰のところへ行ってくるんだ、このバカ女。え、誰のところへ行くんだ。さあ白状しな、白状しないと締め殺してしまうぞ、とおかみは躍起となって不幸な少女に飛びかかった。が、階段で1階に同居している女が見ているのに気がついて、
急に立ち止まって彼女に向かいながらその女を不幸なエレナの不思議な犯罪の証人だと言わんばかりに両手を広げて以前よりも一層声を張り上げて叫んだ。この天のおふくろというのはくたばっちまったんですよ。どなただってみんな知っています。てめえは宿なしのようにこの世にたった一人きりで取り残されたんじゃないか。私はね、貧乏なお前たちが食うものもないようだったから、ニコライ証人の苦毒のためにみなしごを引き取ろうと思ってね。そして引き取ったのだよ。あんた方はどう思うんですか。もう二月も養ってやってるんですよ。この尼はもう二月も私の血をすすって私のすねをかじってるんですよ。このヒロが、毒蛇が、五十針の尼が、ぶったって放り出したって何をしたって口一つ聞かないんだもの。まるで水でも含んでいるようにさ、うんともすうとも言わないよ。私の心が裂けるようになっても黙ってるんだもの。てめえは自分をどんなものだと思ってるんだ、この青猿め。私がいなきゃてめえは通りで飢え死にするに決まってるよ。私の足を洗った水でも飲むのが当たり前だよ、このバカ女。てめえは私がいなければくたばっちまうんだぞ。まあ、あなたブブーナはさ、どうなすったの。そんなに腹を立ててこの子がまた何をあなたにしたと言うんですと、悪魔の相手となっていた一人の女がおどおどと聞いた。何もあるもんですか。あなた誰だって私には逆らわせませんよ。自分のやるべきことはやらずに私の迷惑になるようなことばかりしてるんだもの。私こそいい面の皮よ。あの尼は今日危なく私を棺桶へ突っ込むところでしたよ。給料買いにちょっと店やったら3時間も経って帰ってきたんですよ。使いにいる時に私はなんだか変な気がしたんです。なんだか切ないようでしたよ。どこにいたんだか、どこへ行ったんだか、どんな保護者を見つけたんだか知らないが、私はこの尼に随分と恩をかけているんですよ。私はこの尼のおふくろに14ルーブリの貸しをくれてやったし、それから私の金でお弔いまでしてやったし、それにこの尼までも引き取ってやったんですよ。おかみさん、あんただって知っておいででしょ。そんなですもの。私はこの尼には権利があるのは当たり前ですわ。本当なら私の恩に感じるのが当たり前なのに、それどころかこの尼は私に逆らうんですよ。私はあれによかれと願っているのです。私はあれにきれいな細木綿の着物を作ってやったり、観光場で靴を買ってやったりして、クジャクのように飾って連れて歩こうとしたんです。それをあなたどうでしょう。二日のうちにみんな衣服をひっついてズタズタにしてしまったんです。本当にズタズタなんですよ。そしてそのままの姿で歩くんですよ。まああなた何と思います。わざとひっついてしまったんですよ。嘘じゃありません。私見ていましたの。それがどうでしょう。糸織りの着物を着てる方がいいわ、細木綿なんか嫌ですわ、とこう言うじゃありませんか。で、私はこの時この尼をひどい目に遭わしてどやしつけてやったんです。そのために私は後で医者を呼んだりしてお足まで払わせられたんです。本当に締め殺しても足りないですよ。それから1週間は牛乳を飲ませないで罰をし続けてやりました。最初に板の間と床を洗わせたんですよ。そしたらどうでしょう。服は吹いてばかり言うんですよ。それは尺に触るほど吹いているんですよ。それから私のところを逃げ出すだろうと思っていましたら、てっきり昨日逃げ出したんですよ。あなた方も聞いたでしょ。昨日私はそのためにどやしつけてやりました。手がしびれるほど殴って靴も靴下も取り上げてしまいました。まさか素足では逃げもしないと思って。そうしましたらどうでしょう。今日どこかへ行ったんですよ。さあどこへ行ったんだ。言わないか。誰にお前は私のことを訴えたんだ。これ言ってみろ、たわけめ。言えったら。ブブーノは夢中になって、恐ろしさに気を失っている少女に飛びかかって彼女の髪の毛をひっつかんで地べたへこすりつけた。キュウリの入った碗が外へ飛んで割れてしまった。それが酔っ払った悪魔を一層物苦しくさせた。悪魔は自分の犠牲になっている少女の顔や頭を殴った。エレナは強情に黙ってうんともすんとも言わずに、叫び声一つ立てず、殴られながらも泣き言一つ口に出さなかった。私は忌々しさに我を忘れていきなり酔った悪魔の方へと庭へ飛び込んだ。何をあなたはなさるんです。何だってこんなかわいそうなみなしごをそんなにひどく取り扱うのです、と私はこの悪魔の手を捉えていった。それが何です。あなたは一体どなたです、と彼女はエレナを離して両手を脇へ当てた。あなたは私の家に何の御用があるんです。あなたがあまりに残酷だからです、と私は叫んだ。どうしてあなたはこんなかわいそうな子供をそんなにいじめるのです。この子はあなたの子じゃないでしょ。この子はあなたの養い子でかわいそうなみなし子だということを聞きました。
これは驚きましたと悪魔は叫んだ。あなたはあの子をどうかしたんですね。あなたはあの子と一緒に来たんですね。私は駐在所行ってきます。アンドロンさんは私を立派な人間だと敬っています。この子はどうしてあなたのところへ行くんですか。一体あなたはどなたです。他人の家へ怒鳴り込んだりして。門番と彼女は門番を呼んだ。そして彼女は私に拳を上げて飛びかかってきた。まあこの時不意に行けたたましい人の声でないような叫び声が響き渡った。見ると失神したように突っ立っていたエレナが急に恐ろしい不自然な叫び声を放って地上にばったり倒れた。そして恐ろしい痙攣にもがいた彼女の顔は見にくくなった。彼女には転換の発作が起こった。髪を振り乱した娘や神さんが下から上がってきて彼女を抱えて急いで2階へ運んでいった。くたばってしまいやがれと悪魔は彼女の後ろから叫んだ。一月のうちに3度も転換を起こすなんてうせやがる畜生と彼女はまたも私に飛びかかった。はい門番、何を突っ立ってやがるんだい。何のために月給を取ってやがるんだい。さあ行ったり行ったり、行かないと胸を押しつぶされますぞと門番は促すような風を装って気だるそうにこう付け加えた。二人の勝手だよね。他人の構ったこっちゃねえや。仕方がないから私は自分の行動を全く無益だと思って門を出た。まあ私の心には嫌悪の情が湧き上がった。私は門に向かって人道に立ちながらくぐりを眺めた。私が出るとすぐ悪魔は2階に駆け上がった。門番も自分の仕事をしてしまうとやはりどこかへ隠れてしまったと、すぐにエレナを運ぶ手助けをした神さんが下の自分の部屋へ急ぎながら玄関へ降りてきた。私を見て彼女は立ち止まって物好きそうに私を眺めた。彼女の人の良さそうな優しい顔が私を元気づけた。私はまた庭へ入った。そしていきなり彼女に近寄った。ちょっとお尋ねいたしますがと私は言い始めた。あの子は一体どんな子ですか。あの忌々しい悪魔はあの子をどうしてるんです。どうぞ私がつまらない好奇心から尋ねるのだと思わないでください。私はあの子に会ったのです。そしてある事情であの子のことが非常に気にかかるのです。お気にかかるならあの子をここでいじめ殺させるよりあなたがご自分の家へ一緒に連れておいでなさるか、それともあの子に何か口を探しておやりなすったらいいでしょうと神様さも気が進まないといったふうに私から離れようとする素振りを見せながら言った。ですけれどあなたが私に教えてくれなければ私はどうしようもないでしょう。本当に私は何も知らないのですから。あれがこの家の神さんのブブーノアという女ですか。あれが神さんですよ。ではあの子はどうしてあれの手に入ったんですか。あの子のお母さんはここで死んだのですか。どうして神さんの手に入ったんだか私どもの知ったことではありませんと彼女はまた逃げようとした。どうぞお願いです。本当に私はこのことが非常に気にかかるのです。私はひょっとしたら何かすることができるかもしれません。あの子はどんな子ですか。あの子のお母さんは誰でしたか。ご存知ですか。何でもどこからか来た外国の女らしいんですよ。ここの家の下に住んでいましたが病人でしてね、とうとう肺病で死んでしまったのですよ。では地下室の隅っこに住んでいたくらいですから、お方ひどく貧乏していたのですね。ええ、貧乏でしたとも。刺繍こぼしてばかりいましたよ。私ども困っていたんですのに、私どもにも5ヶ月のうちに6ルーブルも借金が滞ったんですからね。お葬式も私どもがしてやりましたよ。宿なんか棺桶までこしらえてやりました。ではどうしてブブーノは自分がお葬式をしたように言ってるんです。何があなたやるもんですか。で、あの子の名字は何と言いますか。ちょっと口に出せませんよ。なんだか変なドイツ風の名のようでしたよ。スミットですか。いえ、そんなんではありませんよ。ですけどブブーノはみなしごを自分のところへ引き取って教育しているのだと言っていますがね、その教育がいけないんですよ。大方何かの目当てで引き取ったのでしょう。あの子のためにはいけないことがあるんですよと神さんはさも言おうか言うまいかと考えて迷っているかのように答えた。私どものかまったことではありません。私どもは赤の他人ですもの。お前くだらないことをしゃべるのはよしよという男の声が私たちの後ろで聞こえた。その人は寝巻きを着てその上に上着を羽織っている町人らしい中年の職工で、私と話している女の亭主であった。もしもし。あなたと何も話すことはありませんよ。私たちの構ったことではありませんと彼は流し目で私を見ながら言った。お前はあっち行ってろ。ごめんなさい旦那、私たちは棺桶屋です。何かこしらえるものでもありましたらどうぞお願いいたします。その他のことでは私たちは別段あなたに用はありません。
私は思いに沈みながら深い不安を抱いてこの家を出た。私はどうすることもできなかったが、しかし私にはこのことをそのままにしておくのは苦しいような気がした。棺桶屋の神さんの言ったある言葉が特に私の心をかき乱した。なんだか悪いことが隠れてでもいるようであった。私はそれを予想した。私は頭を垂れて考えながら歩いていると、ふと甲高い声で私の名を呼ぶ人があった。見ると私の前にかなり立派な着物を着た、そのくせ汚らしい街灯を引っ掛けて汚れた帽子をかぶっている酔っ払った男がひょろひょろ倒れそうになっていた。私はよく見入った。彼は私にまばたきして、そして皮肉な笑いを浮かべた。わからないかね。ご、いやあ、君でしたか、マスロボーエフ君 と私はふとその男が県立中学にいた自分の同窓なのに気がついて叫んだ。いやあ、奇遇だね。うん、実に奇遇だ。もう6年も会わなかったね。いや、会うには会ったんだろうが、閣下のお目に止まらなかったというわけだろう。ねえ、君は大将だろ、分担のさ。そうだろう。と言いながら彼はあざけるように笑った。なあに、マスロボーエフ君、そりゃ嘘だよ。と私は彼の言葉を遮った。第一、分担でも大将と言われるほどのものは、見かけからして僕のようにこんな風采をしてはいないよ。それから君に言うのは失敬だが、僕は実際君に街で二度ばかり会ったのを覚えているよ。だが君の方で僕を避けているらしかったので、避けているのを無理に近寄る必要はないと思ってそのまま別れたのだ。そして僕が何を考えているか知ってるかね。今も君は寄ってでもいなければきっと僕を呼び止めたりはしなかっただろう。そりゃ本当だろう。まあごきげんよう。僕は久しぶりで君と会ったのを非常に喜んでいるよ。本にそうだね。だが僕はこんな様子で君を僕の友達と言って君の名を恥ずかしめるようなことはないかね。まあそんなことは尋ねる必要はない。大したことじゃないからね。